はい、皆さんこんにちは。今日はですね、オリンピックっていうことで、野球以外のね、なんだかんだやっぱり見ちゃうんですよね。オリンピックを家でもうチャンネルをこうね、競技ごとにこうチャンネルを変えて見てるんですけど、やっぱいいですね。何ですかね、全部、当たり前のことなんですけど、なんか物語があるというか、もうそれをすごく感じるんですよね。選手を見たり、そういう番組もねやっぱりやってますし、ああこんなその物語もあったのかとかね、僕らが全然こう知ることのないようなこともあったり、その中でやっぱり選手たちっていうのは、関係者もそうですし、ね、ここに向けてやってたんだなっていうのがもうひしひしとこう画面を通して感じるっていうのがね、すごく良くて、何回涙流したかなっていうぐらい感動して見てます。皆さんもね、多分そういう方いっぱいいると思うんですけども、やっぱりこれが本当にね、スポーツの力っていう、こういう、今コロナっていうね状況の中、最初はオリンピックやるかやらないかっていう、そういうところからのもうなんかほぼ無理やりねスタートしたような感じになってしまってるんですけども、でもこうやっていざ始まってみると、そういうやっぱりスポーツの力っていうものが感じられてね、僕はすごく本当に良かった、いいな、良かったなと思ってます。まず開会式からのいいなっていうまずね、単純に最後のね、ドローンで何台だ、あれ1000何台ですよね。あれ最初どうやってマッピングっていうの、ああいうのその映像で出すっていうのどうやってやってるのかなと思ったらドローンだったっていうね、まずそこからすごいこともやるなっていうところからスタートして、一番最初にね僕は見たのは卓球なんですよ。一番最初っていうか、卓球の水谷君と伊藤さんのね、混合ダブルス、金取りましたよね。あれね、準々決勝かな、で最後のセットでもう負けかけてたんですよ、6点差ぐらいで。もう見てる限り、うわちょっともう無理だなと思って、ここで負けちゃうかと思ったところからの驚異のあの2人の粘りっていうのがね、これはまたすごいなっていう、そこの精神力の強さっていうのがね、まず見せてもらったっていうのを、そっからですよ、最終的にはあの2人金メダルね、日本でが卓球の金メダルって初めてじゃないですか、多分初めてですよね。そうなんですよ、そういうねやり遂げてくれて、そこからっていうものは、ソフトボールがね金を取ってくれ、上野の後にいつも投げる左のピッチャーがいるんですよ、若いね、今回初めてのオリンピックで彼女が、いいリリーフをして、勝っていって最後の決勝では、最終的には上野さんが胴上げ投手っていうね、でまたその宇津木監督と抱き合ってね、僕ドラゴンズ時代に北谷でキャンプをやってる時に、毎年宇津木さんが監督のチームと、上野さんが入ってるチームっていうのが、北谷の球場の奥にソフトボール場があったんですね。あそこで、毎年お会いして、宇津木監督とかの話をしたりですね、前は一緒に食事をしたり、させてもらってたんで、あの冷静な宇津木監督がね、あれだけこう表情顔を崩して、涙流されたっていうのは、やっぱり相当プレッシャーがねやっぱりあったんだなっていうのも、感じましたし、そういうなんかいつもじゃない宇津木監督をまた見せてもらったなっていう、そこでもやっぱり感動しましたしね、こうやって話していくとキリがないぐらい今回のオリンピックは、今現時点で僕今日こうやって、収録してますけど、現時点でスケートボードのパークっていうので、女子の方が
金メダル取ったの多分21個目なんですよ。すごくないですか。半端じゃないですよね。まあね、やっぱり見られたいっていうね、見てほしかったっていうことは、まあ、みんな思ってると思いますけど、これはもうどうしようもないことなんでね、もうこれを有観客の方が良かったっていう議論は僕はする必要ないと思うし、もう そういう環境でもこうやってね、ベストのパフォーマンスをやっぱりみんな見せてくれてると思うんでね、その中でいいね、あのいい結果ばっかりをみんな見がちですけども、やっぱり半分以上がやっぱり負けてる中で、まあみんな悔しい思いをしてるんでね、だからそこは次のねオリンピックとか、なんか次のところに対して彼たちがどれだけねこう頑張って今度逆に勝っていくっていう、そういうまた物語も次僕は見たいなと思いますね。で、まあ、あと競技が終わった後にね、やっぱりみんなインタビューの中でみんなこう口を揃えて言うのは、やっぱこういう状況の中ね、こうやってオリンピックをしていただいた、こう関係して、ね、くれた方で医療従事者の方に、もうその人たちがいるが、あの いるからこうやってできてるっていうことをみんな言ってるんでね、本当みんなそうやって、まあ、僕もそうですけども、みんなそこは感謝してると思うんでね、はい、まあでもいいオリンピックになってると思います。僕はもう、感動してます、はい、うん、体操で橋本君すごいじゃないですか。あの内村航平君のね、後を継いで世代交代して男子総合で金ですよ。で鉄棒で金、いずれ来る、まあ僕もそういうね経験はしてるし、いずれそういう時が来る、スーパーマンじゃないんでね、いつかはこういう時が来るって、まあ多分彼も本人もそういうものは覚悟しながらね、まあ正直完璧な演技をして最後は締めたかったっていう、これはもうそういう思いだとは思うんですけども、でも絶対はないんでね、だから彼でもやっぱりミスをするっていうことですよ。でも、まあ、そこまでここまで積み上げてきたものっていうのはもう絶対 誰も消せないわけですから、まあ何も、まあ、恥じてはないと思うし、恥じることでもないし、まあ今までのままのまた内村選手でいいんじゃないですか、はい、僕はもう十分よく戦ってきたんじゃないかなと思います。正直現役の時ってあんまりここまでその他競技を見てなかったんですね。オリンピックであってもあんまり そこまで見る時間がなかったん で今回、まあ、自分がこうやってユニフォームを脱いで、やっぱり時間があるっていう中でこうオリンピックを見た時に、まあ、最初にも言ったんですけど、やっぱりスポーツっていいなっていう、スポーツには何か力があるなっていうのをまた改めてね感じたんで、次のオリンピックは3年後ですね。3年後のオリンピックにはもっと詳しく皆さんに説明できるようにしたいと思います。でもまあ、選手の皆さんもそうですし、オリンピックに関わられた方々本当に、ありがとうございました。